坂田真凜です。ラジオ関西ポッドキャスト坂田真凜の愛夢伝説、今気になるネオ昭和なあれこれや昭和の生かした生き様についておしゃべりするバッチグーな番組です。毎週月曜午後5時頃から配信中。皆様絶対聞いてちょんまげ。Radio Kansai Clip Clip AM 558 FM 911 Clip Friday Today's Personality Samantha Anansa Urarie Welcome to Clip 5月の24日金曜日、時刻は午後1時になりました。ラジオ関西お聞きの皆様こんにちは。ドラァグクイーンのサマンサアナウンサーでございます。なんと本日は、神戸の今の天候ですけども若干曇りがかっておりますけれども、なんと気温は25度、とても暖かい気温で今日はもうほぼほぼ夏かなっていうぐらい半袖日和という感じでお送りしております。本日の私のパートナーこちらの方です。こんにちは、インスタグラマーのうらりえです。はい、どうもこんにちは。こんにちは。今日もりえちゃんよくできました。今日もよろしくお願いします。お願いします。なんとりえちゃん今日はね、はい、あれよ、もう私事前にちゃんと言われると思って調べてきたの。あ、何の日なんですか今日は。なんと、はいはい、ゴルフ場記念日やねって。え、ゴルフ場記念日。もう私も毎週なんか記念日言う人みたいになってきてるけど、記念日がこれ言うような段取りにはなってないねんけど、はいはい、今日見てたら、うんうん、ちょっと神戸に関連するなと思って。本日はなんと、はいはい、神戸にゴルフクラブがオープンしたと、はい、日本初の。へえ、それが今日なんやって。あ、へえ、すごい素晴らしい記念日ですって。はいはいはい。え、なんてとこですか。場所はね、はい、神戸ゴルフクラブ。あ、神戸ゴルフクラブ。あ、今でも違う名前なんかな。あ、違うんですかね。あの六甲さんの方にあるとこですかね。大きいとこ。大きいとこですかね。そう、なんかの前近く行った時に通って、でさっき Google マップで見たんですけど、はい、今もやってそうでした。まあ、そうなんや、はい、そうやったんや。私もちょっとゴルフはかじったぐらいしかやってないからそんなに詳しくないねんけど、でもりえちゃんはねこれから玉の腰に乗らなあかんからゴルフやっぱした方がいいですかね。いや、した方がいいよ。ゴルフやった方が金持ちの旦那が多分見つかりやすいと思う。そう、そっちの方が手っ取り早いか。このまたあの神戸近郊にはそういう方多いから、はいはいはい、あ、そっか。結構ほら社長さんビーキーな大学とかもあるじゃない。コーナンさんとかさ、あ、ありますね。こちらコーナンって言ったらもうどちらかったらね、はい、あのホームセンターも思いちゃうんですけど、神戸の方コーナンって言ったらもうコーナンってブランドがありますね。ブランドですからね。いや、そんな神戸にね、はい、日本初 の、 そのゴルフ場でございます。神戸ゴルフクラブがオープンした日でもございまして、まあ、いろんな今日は日でもあるんですけれども、うんうんうん、あの私的にはね、マリックさんの話よくするやん。私、はい、よくしていただいてます。ちょうどご縁が今年深かったから、はい、うんうん、マリックさんの娘の、はい、あの R&B でシンガーのルナさんは、はい、ルナさんなんと今日お誕生日。お誕生日。そう、いろんな曲も配信されてるけど、はいはい、そんなルナさんはなので今日がお誕生日なのと、うんうん、おめでとうございます。そう、うん、ね、だから何なのって話なんですけど。いえいえいえ、いや、そうなのよ。はい、サマンサさんのね、仲良しのお友達さんですから。仲良しのお友達とか同じ、まあ、はい、業界の業界っていうか業界の方、なんか何でもやみたいな、はい、トリオ編成を組んで ね、 いやーねー、ユニットみたいなこともちょいちょいやってるっていうルナさんでございますよ。はい、ね、今どう思って過ごされてんのよね。どう思って、うん、21歳のドラァグクイーンのお友達が喋ってるのを聞いてんのかな、うんうん、21歳。私一応フォーエバー21だ。永遠に年は取れないんですよ。うわ、これはもういい、ね、世の中がそうさせてるから。サマンサ21歳でずっと頑張りやっていう、はい、じゃあ私はちょっとだいぶ年上ですけど。いやーね、はい、で、私よりリエちゃんが年上っていうことになるのかな、はい、聞いてる人混乱するし、どうでもいいよね今回は。いやいや、でもおそらくフォーエバー21は好きでしたよ。あ、本当？はい、めっちゃ買いに行ってました。私も結構行ってたのよ。あ、本当ですか？アクセサリーが結構良かった。あ、よかった、わかります。そうなの。え、でももうないですよね。今はもう内職でやってる。私は内職でっていう、内職で、はい、あるもんでね。あ、はい、もう今までのね。あと家に届くじゃない、はいはい、ネットで買っても、ネットで、はい、なんかまあ便利な世の中になりましたよ、うんうんうん、そうですよね。ちなみに、はい、今日は25やけど、今日25、あ、25でしょ、今日、はい、24でしょ、はい、24やけど、うん、週末のさ、はい、5月26日、はいはい、日曜日神戸って、はい、レインボーフェスタの日なんだって。そうなんですか。らしいよ。え、知らんかった。私も、まあ、たまたま小耳に挟んだだけで、はいはい、詳しい情報まではあんまりリサーチは特別してるわけではないんですけど、はい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 、
だから、うんうん、まあまあ今日金曜日で週末に入るから、はい、この金繰りを聞きいただいた方、うんうんうん、ね、週末を金繰りで締めくくっていただいて、はい、そうですね、どうせまたね、ま、毎日こう、うん、過ごす神戸の街も、はい、たまにはこうイベントごとっていうのに足を運んでもいいかなと思うので、うんうん、そうですよね、あ、ほんまや、出てきましたね、出てきた、はい、なんか神戸のそのレインボーフェスタが開催されますよっていうのも聞いたし、知らんかった、あと何かな、今日なんかその辺前後の日付で関連するといえば、うんうん、はいはい、あとあれや、524って、はい、5だから5やから 5で24やから2が2、はい、で4が4やから4、はい、Go to C で、はい、なんとスクーバダイビングの日らしい、はい、そうなんや、はい、私もペーパーダイバーです。あ、でも全部一応かじってはるのすごいじゃないですか。いや、その言い方ごめんなさい全部かじってるんですよ、はい、私か、おかじり人生なんですよ、はい、いやいや、でもちょいかじりちょいかじり、一ちょかみ一ちょかみだけしといて、何もそこで、はい、こうなんていう、一向のものを、はい、ま、なんかなんていうの、やり遂げたっていうか、いやいやいや、その中でのこうなんていうの、上り詰めた感がないっていうね、はいはいはい、広く浅くやりすぎてるからこうなっちゃうから真似しちゃダメよ。いや、真似したいです、私ちょっと、ま、ペーパーやから、いやーペーパーだ、林家ペーパーさんじゃないんですよ本当に言わせるよね、そうやって私に言えっていう目線を送るのやめてください、はい、送ってますはい、そんな金曜クリップでございますけれども、はい、はい、この番組はどういった番組でしょうか、はい、この番組はですね、はい、面白トピックや地域ニュース、ライフハックやエンタメ、お出かけ情報などなど、あなたの好奇心をくすぐる情報をクリップしていきます、はい、ラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピとも連動しているのでチェックしてください。はい、はい、私今日はびっくりしたのが、はい、レイちゃんがラジトピを事前にちゃんと見てきたっていうまた一歩進歩ですね、ウラリエさん、はい、できましたよ、自分で今日自らの口で、はいはい、あのラジトピにも載ってましたよねっていうから、そうなんですよ、ウラリエさんの口から事前になんかこう一応ひっそりリサーチされてきたって、はい、なかなか、まあ、新しい試みでと思って、そうですよ、なかなかしないですけど、ラジトピを見たんですか、はい、なかなかしないですかあの、そうです、前回のね、あの、うん、サマンサさんのほら、あのワールドトリップ、はいはい、で、あのカニカマの話されてたじゃないですか、何カマ、カニカマ、私昼カマです今日お昼なんか、私も何カマかなんかやりたい、いや別に乗っからなくていいですよ、乗っからなくていいですか、はい、その記事がですね、あの、うん、トップに上がってましたよ、なんかいつもワールドトリップの記事が、うん、あのトップに上がってるんですよ、それ多分、はい、あの誤作動です、誤作動ですか、はい、いやいや、やっぱ多分サーバーがちょっと大変なことになってたんだ、いや、そんなことです、いつもサマサさんのお話が面白いからと思います、いや、そんな、もうそういう持ち上げも大丈夫です、いらないですか、はい、はい、あまりやりすぎたらしんどくなってくるんで、わかりました、じゃあちょっと控えめにさせていただきます、はい、いやでもそんなりえちゃんが、はい、今日も確認してきたっていう、確認してきました、ラジトピの方はね、はい、ラジトピもね、常にいろんな情報更新されてるみたい で、うん、 はい、そちらもチェックしてほしいと思います、見てください、そして今週のテーマは、はい、余計なお世話やわです、それな、私に文句言いたいの今日は違います、違う、そんなことないですよ、オープニングからそうそういやいや、昔でもね、余計なお世話っていうイベントをやったことがある、はい、あ、そうなんですか、同期のドラッグクイーンさんが集まって、はいはい、プレイシャスメイツっていう、プレイシャスにプレイシャス、はい、プレイするっていうプレイをかけてプレイシャスメイツってやっててんけど、はい、また名前がダッサーやろ、プレメ、いやいや、プレメって言われてて、うん、でプレメの余計なお世話っていう、うんうん、まあ、くっつけイベントみたいな、会場に来た人を勝手に余計なお世話をして、はいはいはい、まあ、パートナーにくっつけていくっていう、うんうん、めっちゃいいそのイベントいや、それがプレイシャスメイツの余計なお世話っていうイベント、第3回ぐらいまでやったけど、3回以降やることなくなって終わりました、またやってほしいです、もうこれ15年前の話です、あ、そうなんですか、はい、ちょっとまた再開お願いします、なんですけど皆さんの中でのいろんな余計なお世話があると思うので、はい、うん、あると思います、まあ、職場の余計なお世話もあるよね、うん、ありそう、何々しといたよって言うけど頼んでへんやったよ、なんかあります？最近の余計なお世話。あります。私、あの、そうなんです。いつも妹に言われるんですけど、うんうん、私、あの、まあ、ブラジャー一応つけてるんですけど。はい、大丈夫？時間帯的にその話。時間大丈夫ですよ。実際に聞いてなかったけど。まあ、ブラジャーというか、あの、カップ付きキャミソールあるじゃないですか。あ、はい、それを一応毎日つけてるんですけど、うん、妹に会うたびに、うん、今日ブラジャーつけてるって、あの、心配されるんですけど、うん、ちゃんとつけてるんですよ。あれ、妹に対する文句やね。そうなんですよ、文句なんですけど、はい、ウラリエさんの妹さん、そうなんですよ、お聞きでしょうか、聞いてないと思いますけど、お姉さんちょっとイラッとされてるみたいですけどまあまあ支えるほどのね、お胸もないんですけど、そんなことも言わなくていいのいいですけど、見えてない見えてない、私が言わしてるみたいやんかいやいや、でもサマンサさん一応目線ちょっとお胸にね、見てるけど、見ていただいて、もう、まあ、確かにつけてないみたいですけど、うん、まあ、いやでもそんな言うてへんがな、まあ余計なお世話やわっていう話ですどないしたん今日いやいや、ちょっと、まあ、最近なんかすごく自爆ネタみたいなの
頑張ろうとしてるの。いや頑張ってないですから。頑張らんでいいねんで。ほんまにでもなんか言わんでよかったですねこれはね。りえちゃん番組は、はい、あの本当に、はい、あの思うがままにっていうのはすごくありがたいんだけど、はい、そんななんかあの、はい、プライベートなね、プライベートな、あのあんまりこう、はい、なんていうやろうね、そこまで自爆までしなくても大丈夫ですよ。あの別にそれラジオ関西そやからってギャラ一緒ですから。はい、あ、本当ですか。はい、ちょっとカットしてもらっといてさっきのは。いやもう流れとるかな。いやそうですよね。そうや、はい、はい、ということで皆さんがいろんなね、あの、はい、余計なおっしゃると思いますけども、うんうんうん、まあその他にも髪型が似合うと思うアドバイスしてくるけど、こんなんいいよとか言われても、あと何あの彼氏候補を勝手に見つけてきてとかさ、おるおる、いろんなこう、うんうん、なんかちょっとこれ面白そうね今日だから。おもろそう。ぜひ、はいはい、楽しみにしてます。そんなのを募集しておりまして、はい、メールアドレスは、うん、サマウラアットマーク jocr.jp、はい、アルファベットで SAMAURA、うんうん、はい、アットマーク、うん、jocr.jp、サマンサのサマとウラリエのウラでサマウラというメールアドレスになっております。そして番組には X もございますのでそちらもチェックしてください。金曜日のハッシュタグはひらがなでキンクリ、ひらがなでキンクリでございます。番組の一部の内容は各種ポッドキャストでも配信してますのでそちらもよろしくお願いいたします。はい、さあリエちゃん、はい、ポッドキャストは聞きましたか。ポッドキャストはすいません、先週一回聞いてから聞いてないです。ポッドキャストはちょっとポッとしてたよね。はい、ほんならポッとしてた、はい、クリップ金曜日のポッドキャストというふうに、ね、はい、検索していただくか、はい、ラジオ関西のホームページからも確認できますので、うん、ぜひそちらもお楽しみいただければと思います。はい、それではですね、はい、金曜クリップこの後午後4時までお付き合いいただきたいんですけれども、はい、今日オープニングのラインナップ